皆さんどうもこんにちは。23時所属ライバーのカナエです。今回の動画はですね、12月1日にピックアップされました、勝利ですね。19時にピックアップされて、引いて、今は次の日の14時ぐらいなんですけど、それまでずーっと勝利の使い方だったりとか、ダメージの出し方だったりとか、いろいろ考察したり検証したり考えてみて、まあそれがうまくまとまったので動画にしようかなと思いまして、今回はこの動画を出させていただいております。まずはですね、結論から言うと、勝利はおそらく無凸でも使える。ただ、結構複数の形があって、無凸でおすすめなのは、元素爆発をたくさん起こすタイプの方がいいのかなという所感でした。まあ詳しく話していきたいと思うんですけど、今回は3つの方をね紹介しようかなと思います。一つは物理アタッカー型ですね。そしてもう一つは元素爆発の腕組み隕石型、ひたすら元素爆発を起こすような方ですね。そして三つ目がその二つの間ぐらいかな、ハイブリッド型の三つを重点的に紹介していこうかなと思います。ではまずはね、勝利の能力について、ステータスとか能力について軽く触れていきたいなと思います。まずはですね、物理倍率がすごく低めみたいです。今回は物理アタッカーは、だからちょっと僕も本来は物理アタッカーで運用しようと思ったんですけど、物理の倍率がちょっと低めなので、元素爆発の方に寄せる方がおそらく多いんじゃないかなと思います。元素反応を起こせないので、あまり大きなダメージは見込めないのかなといったとこなんですが、岩元素はシールドとかが豊富なんで、そこら辺もよくできてるのかなっていう感じでした。結論から今回も行きましょう。今回は結論としては、無凸でもサブアタッカーというかサポートアタッカー的なポジションなら全然問題なく使えるんじゃないかなといった感じでした。ただ、他のタルタリアとかクレイとかディルックみたいながっつりアタッカーっていうタイプではないので、勝利がキャラクターとして特に好きとか、アタッカーが全然いないとか、あと自分の腕に自信がなくてよく死んじゃうとかって人にはおすすめのキャラクターだけど、ウェンティの時みたいな、これがウェンティがいないと困る場面多いなとか、絶対一匹は引いとかないと、一匹というか一体は引いて無凸でも持っとかないとっていう感じではないのかなと思いました。僕はちなみに勝利めちゃめちゃ好きなんですけど、トップクラスに好きなんですけどっていう感じの雰囲気でしたね。触った感じというかプレイしてみた感じは。では詳しく勝利の能力見ていきましょう。まずはですね、勝利の能力、まあ凸ですね、みんな気になるであろう凸を見ていきたいと思います。まあ勝利は本当にそこまで凸をする必要はないのかなとは思ったんですけど、まず1凸目は岩の柱を2つ同時に置くことができるっていう能力でした。そして2凸目は元素爆発を使用した時に、その近くにいる出場してるキャラクターにシールドを付与するというものでした。3凸目と5凸目は元素スキルと元素爆発のスキルレベルが3上昇する、いつものタイプのやつですね。で、4凸目ですねが、元素爆発の範囲が 20% 拡大して、さらに元素爆発を使用した際の石化の効果時間が2秒延長するというものでした。そして最後ですね、6凸目、自分がシールドを貼ってる時に、受けたダメージ量の 40% の HP を回復させる。しかし1回の回復上限はキャラクターの HP の上限の 8%、まあ、だからどんなに高い攻撃を食らってその 40% を回復しようが、キャラクターの最大 HP の 8% までしか回復しないよといった能力でした。まあ火力が大きく動くのかなっていうのは、正直スキルのレベルが上がった、スキルレベルが3上がるテンプだけでしたね、僕が触った感じは。でテンプはあれですね、槍とかを作る時の消費鉱石の 15% が変換されるっていうパッシブを持ってて、あとは元素爆発が自分の HP 上限の 33% 分上昇するダメージがといったものです。そしてダメージを受けた時に防御効果を発動する。まあ殴られれば殴られるだけシールドがどんどん硬くなっていく、強くなっていくよっていうものですね。だから連撃とかに対してはまあ強いけど、一発でかいのに対してはそこまでの効果を発揮しないのかなといった感じでした。そしてあとは通常攻撃とスキルですね。まあここら辺の説明は前回の事前予想でやってるので省きますといった感じでした。ざっくりとしたステータスはこんな感じなんですけども、まあ個人的には本当に僕は貫突して運用してるんですけど、回復とかシールドが結構意外と楽しくて強い。ただ元素爆発が強いんですけど、元素チャージの効率が若干よろしくないといった感じでした。
では今回のね、3つの型について詳しく説明していきたいと思います。まずは物理アタッカー型ですね。物理アタッカー型、まあ凸は別にしてもしなくてもいいのかな、まあするに越したことはないんですけど、必須っていうものはないのかなって感じでした。で武器は星5の緑色の槍ですね。これは何て読むかわかんないんですけど、何て読むんでしょうね、何て読むかわかんない、和睦章とかなのかなと思ってますけど、ちょっと読み方は多分 99% の確率で合ってないですが、いいのかなと。まあ時点で死闘の槍、まあここら辺は会心を上げる目的もありつつ、会心と攻撃力を純粋に上げるっていう目的ですね。で生物は、坂飛び4セット、自分にシールドを付与した間通常と銃撃を強化するものですね。まあ勝利はずっと自分にシールドを貼り続けることができるので相性がいいのかなと思いました。で物理バフをの杯を装備します。運用方法としては本当に会心率と会心ダメージをひたすら持って、自分にひたすらシールドを貼り続けて一生殴り続けるもので、元素爆発が溜まったら元素爆発を打って石化させてまた殴り続けるみたいなものですね。こちらは僕は全然この型は試してないんですけど、近いとこまでは行って、まあ物理も倍率は低いとはいえ、触ったら結構なんだかんだそれなりに出るなと思ったので、ここまで特化させるんだったらいいのかなと思いましたね。物理アタッカー型は武器に会心を持ってこれるので、頭に会心ダメージの装備を持ってこれる帽子とか仮面に、それがいいなぁと思いましたね。だからこそダメージは伸びやすいのかな、伸ばしやすいのかなといった感じでした。ただ物理アタッカー型は正直あんまり強くないんじゃないかなとは思ってますので、まあ好みで選んでください。そして続いてですね、続いては、元素爆発を回す腕組み隕石神君型、ひたすらもう隕石を降らすことに重点を置いてます。で今回は凸は一凸できてるといいな、まあ無凸でもいいけど一凸をできてればいいなって。ただ凸をできる人は5凸とかまでいってると火力が大きく望めるんじゃないかなと思いました。まあ理由としてはやっぱ石化の時間が伸びるのと、純粋にスキルレベルが上がるのでダメージが増えるところですね。で武器は天空の槍かがセピュロス槍、西に風って書いての槍か、鍛冶屋で作れる星釜っていう槍、星釜かながいいのかなと思いました。ここはね武器で元素チャージ効率を上げるような感じになるのかなと思いました。まあ理由は後ほど説明します。で生物は有給2セット、吸気族2セット、あと1フリーかなと思いました。まあここは純粋にあれですね、吸気族で元素爆発のダメージを 20% 上昇させて、有給で岩ダメージを 15% 上昇させるといった、本当に元素爆発に重きを置いたビルドなのかなと思います。で運用方法についてなんですけど、まあこの形が一番わかりやすくて強いのかなといった感じです。主流は多分主にサポート枠、サポートアタッカー、サブアタッカーの枠になるんじゃないかなと思いました。で基本的には行幸か岩主人公と一緒に使うのがいいのかなと思いました。僕は個人的には行幸の方がいいかなと思うんです。そこは持ってるか育ててるかとかにもよるので、おのおので。でなんでその二人であるかっていうと、例えば行幸で門を出して幻想オーブが飛んでくるじゃないですか、それを勝利で受け取るっていうのをできるんですよ。で武器に幻想チャージ効率をつけてると、その受け取ったものの取得量も、取得した際の溜まり具合も増えるのでいいのかなと思いまして、あとは幻想共鳴でパーティーに2人岩がいるとダメージが伸びるっていうのもあって、まあ行幸がいいんじゃないかなと思いつつ、行幸か岩主人公、岩主人公も共鳴とかをさせやすくて、溜めを早くできたりとかダメージを多く出せるのでいいのかなと思うんですけど、の2人と一緒にペアでパーティーに入れるのは強いんじゃないかなと思いました。で隕石がね、もう純粋に本当に隕石、元素爆発の隕石がひたすら強いので、それを上がるたびに撃つ、で上がってない時は他のキャラとか他のやつでダメージ出してメインアタッカーにしたり、元素スキルが上がるたびに溜めたりっていうのを繰り返して、ひたすら腕を組んで隕石を降らす係なのかなと思います。そして3つ目ですね、こちらはハイブリッド型。まあハイブリッド型って何っていうのは、物理ダメも伸ばすし岩ダメも伸ばすといった形ですね、の型です。僕はちなみにこちらを採用しました。理由は後ほど説明します。で凸に関してなんですけど、凸は無凸でもいいと思うし、貫凸できればやっぱり貫凸が一番いいです。ハイブリッド型は結構ハイブリッドは課金も必要なのかなと思いつつ、他の型に比べて、ただ無凸でも十分運用はできると思うのでおすすめしてます。で武器に関してですね、武器は今回の破天の槍がいいのかなと思いました。でキャラと武器両方とも持ってるなら、僕はどっちかっていうとハイブリッド型なら武器の方を凸した方がいいのかもなって感じてます。まあここは個人とか各々の考えでいいと思うんですけど、僕的にはです、あくまで破天の槍伸ばすのはありなんじゃないかなと思ってます。理由としては、まあ破天の槍って精錬すると純粋に攻撃力が上がるんですけど、
攻撃力が上がるってことは、一応物理ダメージも岩ダメージも両方伸びるので、僕は破天の槍を伸ばすことで両方のダメージを均等に、ある程度均等に伸ばせるっていうところから、破天の槍ありなんじゃないかなと思ってます。これがキャラクターの凸よりも武器の凸を優先している理由ですね。キャラクターの凸を優先すると、多分どっちかにしか影響のないものとかになったりするんですけど、破天の槍だったら両方、本当に両方伸ばせるのでおすすめしました。で、生物に関しては逆飛び4セットと岩バフの杯ですね。岩ダメージバフの杯に逆飛び4セットで、逆飛び4セットがシールドを張ってる時に通常攻撃と銃撃のダメージを 40% アップ、まあ実質物理 40% アップみたいなニュアンスですね、僕が運用してる方法としては。っていうのも勝利はそもそも銃撃と通常以外に物理が発生しないので、そこの2つをまあ 60% と 40% ぐらいの気持ちで伸ば、75か、杯と勝利の90レベル時点で 75% まで伸びます。で、逆飛びで通常と銃撃が実質 40%、 物理バフ 40% みたいな状態になりますっていった感じですね。まあ運用方法としては、まあ基本的に常にシールドをつけるんですけど、シールドってクールタイムが12秒で、出てる時間が最大20秒なんですよ。で、岩の柱って 3.5 秒なので、ほぼ1秒ぐらいかな、シールドがない時間が。一応シールドをずっと巻きながら岩の柱を2個設置し続けれる。まあシールドが割れちゃったら岩の柱1個とかでシールドに切り替えたりとかできるんですけど、そうやって張り続けながら岩も設置して、通常攻撃の火力を出しながら元素爆発も狙っていくといった形になりますね。で、メインで出さない場合は、ちょこちょこ岩の柱を置くだけだったり、まあ、シールドが欲しい時にちょこっと出したりして、元素爆発が溜まったら撃つみたいな、ちょっと腕組み隕石型とちょっと似てるような運用もできます。で、ダメージは比べると、元素爆発だけで比べると、約5000から1万下がります。腕組み隕石から。ただ、通常は上がるので、結構メインに据えたりとか、出しっぱにできるポジションにはなれるのかなと思いました。ただ、アタッカーっていうよりも、ファイターに近いのかなっていう感じでしたね。なんか自分もある程度タフだし、攻撃もすごい出るわけじゃないけど、まあまあ普通に出る、火力としては問題ないぐらいに出る、しかしもう元素爆発の石化とダメージも持ってるよみたいな、基本的に何でもこなしてくれて、僕が使ってるハイブリッド型は火力も十分でした。器用貧乏にはならないぐらいの火力は出たんで、僕はこの型を使用してます。というわけで3つほど紹介しましたが、いかがだったでしょうか。皆さん気に入る方があったりとかしたら、ぜひあくまで僕の個人的な見解なので、絶対これが正しいってわけじゃないですけど、僕はこういう風に考えました。10時間ぐらいかな、10時間から12時間ぐらいやって、ひたすら勝利のことをいろいろ考えたりとかして、これがいいのかなと思いました。で、多分多くの方が腕組み隕石型を選ぶと思うんですけど、ハイブリッド型中途半端なんじゃないのとか、器用貧乏なんじゃないのって方が多いだろうなと思って、今回はハイブリッド型だけ動画を用意しましたんで、そちらを見ながらちょっと解説していこうかなと思います。では動画を見ていきましょう。というわけで動画を見ていきたいと思うんですが、まずはですね、生物と武器の状態から見ていきましょう。僕はハイブリッド型で、しかも貫突なんですけど、ステータスはこんな感じになってます。はい、まあ岩ダメージが75で、実質物理ダメージが 40% バフみたいな状態ですね。で、キャラクター武器ともに90レベルです。90レベルまで上げましたといったところですね。で、多分生物気になる方も多いと思うんで見ていきましょう。生物はこうなってます。僕は行幸も育ててたんで、結構その時の副産物をうまいこと組み合わせてやれましたね、といった感じになってます。では見ていきましょう。はい、ということで見ていきましょう。まずね、さっきタフって言ったと思うんですけど、ハイブリッド型なんでタフかっていうと、敵の攻撃を 2,3 発ぐらいならノーダメージで受けれるんですよ。ただ受けれるからといって、ひたすら回避をせずにやっちゃうと中華が割れちゃうので、保険ぐらいに思っててください。貫突してる場合はうまく調節すれば HP 回復に回せます。さあ、早速見てもらったら分かると思うんですけど、ハイブリッド型でも通常でも約2000から3000は安定して出せる感じなんですね。で、さっきのタフさの元がここなんですけど、クジラとかをこうやってシールドを貼れば受けれるんですよ。こういうのが結構個人的には気に入ってます。アタッカーとは違うけどメインにはなれるっていうのがこのタフさですね。まあ現状は僕はもうキャンの育成とか進めてるので、そこまで防御が欲しいっていう場面はないんですけど、このタフさのおかげで乗り切れる場面は今後出てくるのかなとか、人によっては必要だったりするのかなというのもありました。
そして通常ダメもね、しっかり出して、で、ちょっと受けちゃってもシールドがあるんで、ほぼダメージは受けてない状態ですね。さあ、1段階目が終わりました。2段階目ですね。この柱からのダメージもね、1個3000とか出てるんで、で自分がバリアを張るときもダメージは結構出ます。6500ぐらい出てましたね、会心で。っていうのもあって、ほんと、両方とも火力がしっかり出る形ですね。これは破天の槍ならではかなと思ってます。そして元素爆発どれぐらい出るか気になってる方も多いんじゃないかと思うんですけれども、そろそろ撃ちます。見ててください。第3形態になったらかな？撃つのは。ここもね、あの雷の弾流がついてる技なんですが、ここもシールドで受け切れます。そして3段階目見ていきましょう。さあ、いよいよ3段階目です。火力強いんですよね、3段階目。まずシールドを張って、ここは銃撃で後ろ回りましょう。で、基本的に攻撃を続けてきました。6万5000、ハイブリッド型でも6万5000出ます。ちなみに、腕組み隕石型だと7万ちょっと出ます。7万7000とか7万2000とかかな、出ました。そう、全然ね、十分困んないぐらいには出るんですよ、元素爆発も。僕はハイブリッド型が気に入った理由がここですね。全然問題なく出るし、これも出せるしっていうのもあって、通常で殴るか時間が結構長かったんですね。まあ、ここをメインアタッカーでやってたりすると全然違ったりするんだと思うんで、そこは自分の運用の仕方で考えてほしいんですけど。で、本当にひたすら殴ります。で、この後わざとダメージを受けてどれぐらい耐えれるかとかも検証してるので、よかったら見てください。この後かな、この後の後ですね。ちょっとまだです。結構クジラはね、即死技なんですけど、まあ、ちょっと体力的に受けたら死ぬかなと思って横に逃げてます。ここは一旦で、この後にもう一回受けるんで見ててください。あとはシールドのおかげでね、あの大きな事故がない、しかもこうやって回復を調節できるっていうのがね、僕はいいなと思ってます。これは当たったらシールド割れるなと思ったんで避けました。で、シールドのクールタイムが上がったんで、まあ、もうちょっと回復してもいいかなっていうのもあって、これ受けたかったんですね。これを受けても死なないです。普通だったら多分死んでると思うんですけど、シールドのおかげで死なないです。で、残り4000、クジラ受けるには3000ぐらい必要なんですけど、こうやって自分にシールドを貼ることで2、3発は耐えれるって分かってるんで耐えます。で、ある程度受けたら離れます。次は攻撃されたら多分大変なことになります。シールドが割れて死んじゃうので。で、シールドがあったのでまたクールタイム、しかもその時のダメージで6000ぐらい出ます。で、回復しましょう。 HP 調節して、よいしょと。で、受け切れるまで HP を調節して、最後クジラですね。これなんと、このクジラも HP13000 ほどあれば受けれます。被弾を抑えて回復してある程度で受けれる。これが僕はハイブリッド型の強さかなと。まあ、パーティーで組む場合とかもあると思うんですけど、パーティーで組む場合とかはおそらくメインにしてもいいし、元素爆発型にしてもいいのかなと思いました。というわけで、いかがだったでしょうか。ちょっと長くなっちゃったし、話がまたね、散らかっちゃって申し訳ないです。あとね、事前予想では物理アタッカーだーとか言っちゃってたんですけど、全然大外れでした、ごめんなさい。けどね、あえて予想するのも楽しかったので、また参考になれば程度です。本当に僕を過信しすぎないように気をつけてくださいね。参考になればなと思います。まあ、今からはね、深淵を育て出そうかなと思います。もし質問とかがあればコメント欄、今回は返そうと、質問できるだけ何個かは返していこうかなと思うので、もしよかったらコメントお待ちしております。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。ちょっとね、本当に今回は話すことが多くていっぱい散らかっちゃって申し訳ないですが、皆さんの参考になれば、皆さんの原神ライフを盛り上げることができればいいなと思いました。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。